それではただいまから令和5年8月の定例記者会見を始めます発表事項について市長が説明いたしますはい、えー、皆さんこんにちは、えー、報道機関の皆さんにはですね、あの大変あのお忙しい中にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます発表事項の説明に入ります前に、えー、先週九州に接近いたしました台風第6号の被害状況について報告をいたしたいというふうに思います まず今回、被害に遭われました皆様方に対しまして、心からお見舞いを申し上げたいというふうに思っております。本市の住宅等への被害につきましては、一部損壊が2件、土砂の流入1件となっております。また、指道や林道などの公共土木施設、鶏舎や早期水筒の冠水などの農業関係、 学校施設や文化財施設などに被害が生じておりまして被害額等の詳細につきましては現在調査中でございますなお令和5年7月豪雨によりまして被災自治体の応援としまして市町村広域災害ネットワーク協議会の加盟自治体であります佐賀県神埼市からの要請に基づきまして7月31日から8月18日までの1 0日までの 9日間本市職員の2名の派遣を行っているところであります。今後も関係機関と連携を図りながら一刻も早い復旧や被災自治体への支援に取り組んでまいりたいとそのように考えております。また今朝はですね大雨警報が出るなど非常にまた自然雨が多く降っておりますので現在におきまして担当課において状況等もですね調査をしているところでございます。 それでは本日の発表事項についいいて説明をしたいと思います発表事項につきましてはお配りしております取材書のとおり3件でございますはじめに8月25日に招集します令和5年第4回日向市定例市議会定例会に提出する議案の概要について説明をしたいと思います第4回定例会におきましては人事案件2件条例2件 事件決議5件令和5年度補正予算3件の合計12件を提案することとしております資料1-1記者会見説明資料の1ページをご覧くださいまず条例についてです条例については2件を提案する予定ですが主なものについて説明をいたします2番の 日向市都市公園条例の一部を改正する条例につきましては大王谷運動公園水泳場を閉鎖することに伴い所要の改正を行うものです合わせて同運動公園陸上競技場の利用促進を目的に使用面積の条件緩和を行うことについて所要の改正を行うものであります次に事件決議についてです 事件決議については、5件を提案をすす。る予定です1番の工事請負契約の締結については日向市総合体育館整備事業設計及び建設工事の請負契約の締結について地方自治法等の規定に基づき議会の議決を求めるものであります2番3番の工事請負契約の締結については 奥良ヶ浜総合公園整備事業野球場本部等建築主体工事及び野球場本部等など電気設備工事の請負い契約の締結について地方自治法等の規約に基づき議会の議決を求めるものであります。4番の財産の取得については消防署南文献署へ配備をされ,るされている 水槽付き消防ポンプ自動車を更新するとともに車両に必要な積載資機材を整備することについて地方自治法等の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。5番の和解につきましては令和4年12月に発生した日向市立富島中学校器物損壊事件の損害賠償請求に関する和解について 地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。次に予算関連について説明をいたします。令和5年度一般会計補正予算第4号をはじめとする令和5年度9月補正予算3件です。資料1-2令和5年度補正予算9月補正概要説明書の1ページをご覧ください。補正額は 一般会計が一億九千六百五十九万三千円の増額、特別会計が五千四百五十一万三千円の増額となっております。主な内容を申し上げます。資料は四ページになります。まず総務費の DX 推進事業です。本市ではソフトバンク株式会社との包括連携協定により。 ICT を活用した DX を積極的に推進してていくこととしております今回はさらなる市民サービスの向上や業務の効率化を図るためチャット g p t を活用した市独自の生成 AI を構築するための経費のほか市民化窓口へのセミセルフレジの導入やペーパーレス化のための環境整備に要する 経費のの増額補正を行うものです次に衛生費の重点経済対策省エネ家電買い替え促進事業については国の地方創生臨時交付金を活用しエネルギー価格をはじめとした物価高騰への支援策として省エネ効果のある家電製品への買い替え費用に対する補助を行い 一般家庭での CO2 排出削減によるゼロカーボンを推進するものであります次に、商工費の企業と地域によるワーケーション競争に向けた新たな交流創出事業です本事業は、本市のワーケーションの付加価値高付加価値化と最適化を推進するため観光庁の実証事業を活用しモニターツアーや意見交換会を開催するほか 地元人材育成を目的としたセミナーーやプロモーションに取りり組むものでありますまた観光振興事業につきましては本市の観光資源としての細島灯台の活用を図るため日本財団の助成事業により灯台クルーズや灯台ナイトハイクなどの実施に向けた調査実証事業に取り組みます。 本事業の詳次に消防費の常備消防施設等の整備に関する経費につきましては本年4月に採用した女性消防士のための専用施設として消防本部敷地内に仮眠室等を整備する経費を計上するものであります。 次に、債務負担行為につきましては、令和6年以降の支出や契約手続きのための限度額を設定するものです。最後に、公営住宅事業特別会計については、後ろ牟田住宅ストック総合改善事業の事業費の増額を、介護保険事業特別会計保険事業勘定については、前年度実績に伴う交付金の返還に要する 経費の計上を行うものです補正予算の説明は以上になりますが事業概要の詳細につきましては資料をご覧いただきたいと思います次に発表事項に日本財団海と東大プロジェクト新たな東大理活用モデル事業の採択についてです資料2をご覧くださいこの度、日向市一般社団法人日向市観光協会 細島まちづくり協議会の三社で構成するコンソーシアム細島東大明かりの和が日本財団が募集した海と東大プロジェクト2023年度新たな東大利活用モデル事業の採択を受けたところですこのモデル事業は同財団の海と日本プロジェクトの一環として東大を中心に 地域の海の記憶を掘り起こし地域と地域異分野と異業種日本と世界をつなぎ新たな海洋体験を創造していく取り組みを支援するもので今回全国で4団体が選ばれたものであります今後本コンソーシアムではさまざまな団体と連携をし 太島灯台が地域の歴史を伝える重要な構造物であるという存在意義を高めさらに市内外の人々の交流の場となり細島灯台を中心に地域のにぎわいを創出できるような各種調査実証事業を展開し日向岬一帯の地域資源を広く国内外に発信をしてまいります。 次に、発表事項3、日向市の未来を考えるまちづくり市民ワークショップの参加募集についてです。資料3をご覧ください。現在、本市では、令和7年度から令和14年度を計画期間とする第3次日向市総合計画の策定に取り組んでおります。この度、本計画の策定を進めるにあたりまして、市民の皆さんが考える市の魅力やアイデアなど 未来に向けたまちづくりについて自由に意見交換を行うまちづくり市民ワークショップを開催をいたします参加人数は今回募集する方を含めて50人程度を想定しておりますつきましてはまちづくり市民ワークショップに参加いただける方を募集しますのでお知らせをします本ワークショップは本年10月から来年3月までの期間に 全5回開催する予定で、いずれも市役所の1階市民ホールにて行います。対象は市内在住の方のほか、本市に通学または勤務されている方です。今後の本市のまちづくりに向け、市民の皆さんからの意見を反映していきたいと考えておりますので、積極的な参加を。積極的な申し込みをお待ちをいたしております。 最後に発表事項にはありませんが8月26日土曜日に開催する「ヒューヒューが感動の花火と」と9月2日土曜日に開催する「ヒューヒューが食の祭典」「運命のレシピ」ボリューム2について改めてご案内をさせていただきます。ヒューヒュュが感動の花火につきましては、は8月26日土曜日、土曜打ち上げ開始は7時、 午後7時30分を予定しております港から打ち上がる約4500発の花火がヒュの夏の夜空に美しく彩る感動の花火の共演にぜひ多くの方にご来場いただき楽しんでいただきたいと思います次にヒューヒューガ食の祭典運命のレシピボリューム2につきましては9月2日土曜日 時間は午後3時から午後8時までアクガレ広場・ヒュ市駅前交流広場で開催をいたしますイベントではヘベス大使でありますオチアイツトムシェフをはじめ5名のイタリアンの有名なシェフを市に招きヘベスなど本市の旬の食材を活用した当日限定の特別メニューを販売をいたしますそれぞれのメニューについては 事前にチケットを購入いただく形としておりますがチケットにはまだ余裕がありますのでぜひ購入いただき一流シェフの特別メニューを楽しんでいただきたいと考えておりますまた翌日には関連イベントといたしまして日向市文化交流センターで音楽とダンスで運命のレシピも開催をされます両イベントに多くの皆さんの来場をお待ちしております 発表事項は以上となります。